時刻は10時を回りました。この時間はジノンインフォメーションをお届けします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を司法宜野湾からお届けします。この番組は宜野湾市の提供でお送りします。まずはじめに環境特集についてお届けします。マナーを守って人と動物が暮らしやすい街に。犬や猫といったペットは人のパートナーとして暮らしの中ではなくてはならない存在です。ですが、ごく一部のマナーを守らない飼い主により、近所とのトラブルに発展することが見受けられます。あなたの大切なペットを地域から愛させる存在にするためにも、飼い主のマナーを、飼い方のマナーを守って、人と動物が暮らしやすい街にしましょう。鳴き声について、犬の吠え声は、周辺の静かな生活環境を破壊することがあります。深夜早朝であれば、周辺の安眠を妨害し、飼い主が思っている以上にご近所にうるさく感じられ、苦情やトラブルとなります。放し飼いについて、犬の放し飼いは通行する人や周辺の人々に恐怖を与える大変危険で迷惑な行為です。放し飼いは絶対にやめましょう。市では、公衝事故や防止のため、放し飼いの犬は発見次第即座に収容しています。散歩中の糞について、公園や歩道など公共の場所での糞の放置の苦情が絶えません。散歩の時はビニール袋などを持参し、犬の糞は飼い主が責任を持って片付けましょう。糞の罰金は2万円以下の罰金が課せられることがあります。宜野湾市飼い主条例です。続いて、ゴミの減量化についてです。ご家庭から排出される燃やすゴミの中身の約4割が生ゴミ、約3割が紙類と言われています。また、生ゴミの70%から 80% が水分と言われています。このことから、生ゴミと紙類を減量・リサイクルすることで燃やすゴミを大幅に減らすことができます。生ゴミは、1. なるべく濡らさない、 2. しっかり水を切る。紙類は、小さな紙切れや使用済みの封筒などはまとめて挟んでリサイクルしましょう。また、お盆の時期は、粗大ごみの受付が大変混み合います。出すものがお決まりになりましたら、早めの受付をお願いします。回収のご案内日が10日以上先になる場合もありますので、ご注意ください。お問い合わせは、環境対策課清掃指導係893-4411内線487まで、お問い合わせください。続いて、情報掲示板からお届けします。まずはじめに、平成28年度宜野湾市立幼稚園教諭臨時職員募集のお知らせです。宜野湾市立幼稚園にて幼稚園教諭臨時職員を募集します。募集職種は、幼稚園教諭職。1、5歳児学級担任。2、特別支援担任。3、預かり保育担任。4、預かり保育特別支援教育支援員。勤務条件などは、1、
幼稚園教諭免許保持者。2、教員免許保持者。3、幼稚園教諭免許または保育士資格保持者。4、無資格でも可、育児経験者歓迎。勤務時間は1、2の場合、8時15分から17時まで、休憩時間1時間、週5日勤務。3、10時から18時45分まで、休憩時間は1時間、週5日勤務。4、14時45分から18時45分まで、週20時間勤務。賃金は1、日額8200円。2、3については日額7900円。4、有資格者は時給1019円。無資格者は時給800円。勤務手当、自家用車は日額100円。バス勤務は日額320円。括弧、勤務距離2キロ以上。勤務内容は、1、学級担任。普通学級の担任として、園児の教育にかかる全般。2、特別支援学級担任。障害を抱えた園児の担任として、園児の教育にかかる全般。3、預かり保育担当。預かり保育においてクラスを担当。4、預かり保育特別教育支援員。障害を抱える預かり保育利用園児の安全管理面と生活面の援助。募集人数は1、2、4については各1名、3は2名となっております。雇用保険は社会保険、厚生年金完備。任用期間は即時から平成28年12月28日まで。括弧更新があります。応募方法は宜野湾市教育委員会指導課へお電話ください。その後、市販の履歴書用紙に必要事項を記入し提出してください。後日面接があります。応募問い合わせ先は宜野湾市教育委員会指導課892-8289担当中本さんまでお願いします。続いて8月1日は所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分の期限です。予定納税が必要な方には6月中に所轄税務署から予定納税額の通知書が送付されます。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。詳細は通知書に記載されています。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に原則その3分の1相当額を7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。平成28年分の予定納税基準額については復興特別所得税相当額を含めて計算しています。お問い合わせは沖縄税務署938-0031までお問い合わせください。続いて、消防団員募集のお知らせです。消防団員を募集しています。性別は問いません。地域の防災活動に参加していただける方を募集しています。募集人数は10人以内。応募資格は市内在住または在勤するもの、18歳以上のもの、高校生を除く。郷土愛に満ち、
防災の担い手として、思想堅固で身体強健なもの、3年以上継続して団員として活動できるもの、入団手続きは、入団希望者は、同消防団に指定の申し込み書を提出、団長及び副団長が面接を行い、応募資格の要件を満たすものを選定し、入団の決定を行います。お問い合わせは、市消防本部、警防課、896-2548 までお問い合わせください。続いて、市総合防災マップを全国配布しています。市では、県が公表している津波浸水想定区域や土砂災害などの危険箇所に避難所や避難路を加えたハザードマップを更新し、総合防災マップを作成しました。7月下旬から8月上旬にかけて市内全戸配布しますので、平常時から危険箇所や避難所等を確認し、いざという時の避難に活用してください。また、総合防災マップが必要な企業などは、市役所総合案内や、市民防災室窓口で配布していますので、市役所までお越しくださいますようにお願いします。お問い合わせは、市民防災室892-3151までお問い合わせください。続いて、市民図書館からのお知らせです。8月、定例お話の会が行われます。8月6日土曜日、15時30分からは、図書館のお兄さんお姉さんによるお話の国。8月13日土曜日は、14時から、お話の木の会のお話の国。8月20日土曜日、15時30分からは、絵本を楽しむ会、麦の穂によるお話の国。その他、7月25日月曜日から8月31日水曜日まで、学習支援室を設置します。月曜、水曜は、高校生のボランティアがお勉強を見てくれます。対象は、小学生から中学生。8月6日土曜日は、夏休み親子工作教室、伝承玩具をリサイクル用品で作ろうが行われます。8月21日日曜日、11時から12時は、外国語絵本読み聞かせ教室が行われます。詳しくは図書館で配布しているチラシや図書館ホームページをご覧ください。続いて、資格取得講座受講生の募集お知らせです。TOEIC 700点対策講義。期間は8月1日から11月18日、計30回。時間は毎週月曜、水曜、18時30分から20時30分。受講料は3万円。定員は12名、先着順。応募締め切りは7月29日となっております。お問い合わせは、宜野湾マリン支援センター942-2200までお問い合わせください。詳しくは、宜野湾市役所098-893-4411までお問い合わせください。以上、ジノンインフォメーション。この時間は宜野湾市の提供でお送りしました。